はい、皆さんこんにちは。お金の学校 YouTube チャンネル校長のヒロ先生でございます。さあ、今日はですね、初心者でもわかる FX 為替投資の基礎ということで、前編中編後編ということで、3本撮っていってみようかなということで動画を撮っております。FX したことない方、FX に偏見をお持ちの方、投資全般に偏見をお持ちの方、僕がもともとそうでしたから、FX なんて思ってたわけですから、なんでそんな FX に偏見持ってた、FX なんて役に立つかとか、ただの博打やなんて思ってた僕が、そんな僕がなぜ始めたのかもね、含めながら、初心者でもわかるように、あ、なんだ、FX そういうことだったのかっていうお話をね、ちょっとだけやってみようかなと思います。さあ、ということで、パート1ということで、まず株と FX の違い。そもそも株をやったことある人向けの話をちょっとね、踏まえながらやると思うんですけれども、今日はですね、株と FX の違いを中心に話をしようと思うんで、株をやったことない方は、ちょっとだけ分かりにくいかもしれませんけれども、ご参考にしていただけたらなと思います。まずね、そもそもレバレッジっていうのがあるんですね。ちょっと専門用語で難しいので簡単に言うと、例えばね、株で100万円で株を買いました。株が上がって150万で売れましたと。50万儲かりましたっていうのが、分かりやすく言うと株です。だから買って上がったら売る。簡単なことですよね。これ誰でも分かります。でもそれができたら苦労ないやと思って見てる方いると思うんですけども、ちゃんと勉強したら分かるんですよ。上がるとか下がるとか、いくらぐらいまで上がるとか、いくらぐらいまで下がるとか、株でも FX も実は分かるんですね。で、世の中の大半の人は、それを分かるとまず知らないし、分かってる人に習ったこともないし、それを分かってて、その区別を分かってない人に分かるように書いてる書物もほとんどないんですよ。で、大体書いてる人って、むちゃくちゃ難しそうに書いてるんで、ほとんどの人がもうここで折れちゃうんですね。だから実際は、ちょっとちゃんと勉強やれば、ちょっとちゃんとって言い方ごめんなさいね。ちゃんときっちりやれば、どこまで上がるとか下がるとか分かるっていうのをまず知っておいてくださいね。で、このレバレッジっていうやつですけども、さっき100万買ったら150もらって利益出るって話しましたけど、 FX ではですね、株では100万買ったら150万になって50万利益でしょ。ところが FX だと100万あるとですね、なんと最高2500万まで買えるんですよ。これをレバレッジというんですよ。テコの法則というかね、普通100万あったら100万しか買えないじゃないですか。ね、財布の中に100万しかないのに、例えば10万しかないのに50万も買えないじゃないですか。ところが FX では財布の中に10万あっても50万のドルを買えたり、ポンドを買えたり、ユーロを買えたり、海外の通貨が買えるんですよ。ここが株との一番大きな違い。なので、少額でもいける。100万で戦う人。でも100万で株を買うと思ったら100万いるわけですけども、FX だと10万円あるだけで100万円分買えるんです。これをレバレッジというですね、そこがまずは FX の利点。少額でも戦えるというのが大きいかなと思います。そして2つ目。今ちょろっと言うとね、少額でも戦えるっていうところが実はポイントで、すごく簡単なこと言うと、1000万円で戦うのって怖くないですか？上がったり下がったり、ちょっと上がったら100万ぐらい儲かるけど、ちょっと下がったら50万ぐらいマイナスで、やっぱ怖いじゃないですか。つまりね、こういった投資系のものっていうのは、額が大きくなればなるほど怖くなるんですよ。どんなに大金持ちでも、あるところをぶっちぎるとあんまし怖くなくなるんですけれども、基本的に初心者はお金をたくさん預けるほど怖いです。例えば10円と1000円やったら、どっちなくなったら怖いかってわかるじゃないですか。10円の方が怖いという人は多分いないと思うんですよ。なので、どういうことが起こるかというと、どんなことでもそうですけど、緊張してるとか不安があるとか、メンタル的に不安定な人とメンタル的に安定してる人はどっちの方が勝つと思います？喧嘩でもゲームでもスポーツでも。そりゃそうですよね。力が抜けてて心にゆとりのある人の方が強いっていうのは、なんとなく皆さんお分かりだと思うんですよ。つまり、株とかで多額のお金を入れるよりも、ちょっとのお金でもたくさんあるかのように戦えるということは、少額で戦えるわけですから、このぐらいだったらいいかなという心のゆとりが出るんですよ。だから、この心のゆとりっていうのが、こういった投資とか FX とかね、こういった呼ばれるものの中ではとても大事だということなんです。なので、不安があるとか、ビビるとか、ドキドキするとかっていう感覚は、この感覚がある時点でもう実はですね、ギャンブルになってるんですよ。ね、ギャンブルってドキドキワクワクするじゃないですか。でも、投資と呼ばれる段階になろうと思うと、ドキドキとかよりもワクワク。ワクワクも最終的には消えて、ただ単純に自転車に乗ってぐるっと回ってくるときにドキドキワクワク、そんなしないじゃないですか。階段の上り下りもドキドキワクワクしないじゃないですか。これが、
断渡りやったらドキドキするじゃないですか。スケートとかスキーだったらドキドキするじゃないですか。ということはそこにはまだギャンブル性があるってことなんです。スケートでもスキーでも自転車でも車でもそうですけども、ドキドキしなく段階ってあると思うんですね。上手くなってきたら、上手くなってきたらこけないとかぶつからないとか怪我しないっていう確信とか自信とか経験値が高くなるから、こうなってくると勝てるようになってくる。こうなってくると、なぜならば、なぜ勝てるかというと、不安とかメンタル的要素が緩くなるから、強くなるからって言いたいかなっていうことなんですね。三つ目はですね、FX っていうのはゲームだっていうことです。株もゲームなんですけども、投資的要素が強い。でも FX は投資的要素というよりも、ギャンブル的要素の強いゲームなんです。ゲームって勝つか負けるかじゃないですか。株は勝つか負けるかというよりも、勝つなんですよ。ちょっと言い方変かな。まあ、勝てる人はこんな感覚なんですけども、ゲームって楽しみますよね。投資って上手くなってくると楽しめるんです。だから投資もゲームにもできるし、だから株も為替もゲーム、FX もゲームにできるんですけども、このゲームだということを知らない人が多いですね。勝つ時もあれば負ける時もある。でもみんな負けたくない。でも負けたくなかったら、初めからゲームに参加しなかったり、試合に出なかったり。でもそれやってたらいつまでたっても、例えばサッカー、でもスケートでも、まあ、サッカーとかテニスとか野球とかバレーボールとか考えたら、やらなかったら負けないんだけど、やらなかったら上手くならないじゃないですか。ゲームも勝ったり負けたりしながら上手くなっていて、だんだん強くなっていって、勝てる率が高まっていきますよね。だからゲームだっていうことで、ゲームを上手くなるためにはルールを理解して、ルール通り、ルールの中でやらなかったらもうゲームじゃなくなりますよね。ルールがあるからゲームなんです。ルールがなかったらただの戦いになっちゃうから。何がルールなので、それぞれのルールのどこを生かせば勝てるのか。ルールを分かってると勝てるんです。ルール分かってないと勝てないんです。このルールで勝つ、だからゲームだ。だからゲーム上手い人はまあ早く FX は上手くなると思うんです。今まで、いろんなゲームね、昭和の人やったらインベーダーゲームとか、それからまあ誰でもやってそうなブロック落としかだったりとか、なんかいっぱいゲームあるじゃないですか。今任天堂のゲームね、マリオもそうだし、なんか色塗る、イカが色塗るやつもそうですけど、ああいったゲームが得意な人は多分 FX とかは早く上手くなるかなと思います。株よりもね、 FX の方がね、ゲーム性が強いですね。続いて4つ目はですね、短期決戦。 FX は株は長期決戦。まあ分かりやすく言うと、株を買って明日売るっていうデイトレーダーっていうね、スイングトレーダーという人がいます。その日のうちに売買するのはデイトレーダー。2、3日とか2、3週間とか2、3ヶ月で売買する人をスインガートレーダーと呼びます。それとは別に長期でずっと持ってる人っているんですね。で、株って長く持ってりゃ持ってるほど、その株が成長株やったらね、必ず確実に上がっていくって考えられたらいいんですよ。ところが、為替というのは、業績とかっていうのは関係ないので、小さく上がったり下がったり、上がったり下がったりを繰り返すんですね。なので、長いことを持ってる必要がないんです。例えば、今買って5分後に売っても、何パーセントも利益が出る。逆のこと言うと、さっきのね、少額勝負だとかゲームだとかっていう感覚の話でやれば、何でもそうですけど、長く戦えば戦うほど疲れる、しんどくなる、メンタルが不安になる、面白くなくなってきたら勝てなくなる。なので短期で戦えるということは、メンタル的ストレスが少ない。少額で戦った上に短期で戦うっていうことを意図すれば、おのずと勝率は上がるんです。例えば長いことスキーしてりゃこけ、いつかこけるかもしれない。でも5メートルやったらこけない。これに似てる。自転車も毎日ずっと永遠に乗ってたら誰かにぶつかるかもしれんし、滑ってこけるかもしれんけど、10メートルとか20メートルぐらいの間にこけるってまずないじゃないですか。少額で戦えて短期間で戦えるから、ミスが少ない、失敗することも少ないっていうのがね、FX の大きなメリットの一つになるんです。まあ、あともう一つ、株と為替の FX の一番大きな違いは、株っていうのは会社の業績っていうのは年に1回ね、それから年に全部で4回です。短信っていうことで、短期業績配信ということで出てくるんですね。どれぐらい儲かったとか、どこで損したとか、何をやったかと、これいちいち考えて、PR とか PBR とか ROA とか ROE とか、配当金が増えるとか、細かいことを見なあかん。しかも、日本だけでも数千社会社があって、その中にも業種がいっぱいあるね。造船とか海運とか、電気とか鉄とか非鉄とか石油とかいっぱいある。この中から、しかもまた何十とかね、ある銘柄の中から各業績も調べた上で、
そしてですね、世界の情勢見てから考えなあかん、株って大変じゃないですか。ね、考えなあかんこと多すぎません？ところが FX って言ったら、ドルと円とユーロとポンドとカナダドルとか、ちょっとしかないですよ。何千何万ってないんです。大体ほとんどの人がやるのが、ドルと円の売買とか、ユーロとドルの売買とか、せいぜいですね、多くても、まあ10あるかないか。普通の人で大体3つとか4つぐらいです。この中から今日はどれを売ったり買ったりするかって決めるだけなので、むちゃくちゃ悩む必要がない。そして難しいこと考えなくてもいい。なぜならば、さっきから言ってるように短期決戦で少数なので、短期決戦ってね、今買って5分後に売ったりするわけですよ。極端なことですね。今買って4時間後に売ったりするわけです。だから世の中で戦争が起きたとか、金利が上がったとか下がったとか、そんな難しいことも考えなくていいんです。特に一流の一式の株式為替マスタースクール富野寺子屋においては、本当に短期、何日も持ったりしないんで、ほとんどですね、ファンダメンタルズって呼ばれる世の中の、この流れ、そういったものに振り回される必要がないっていうのが、何よりも大きなポイントになるんですね。なので、この短期で上がるか下がるか、どこまで上がるか下がるかっていう、これを分析するのがテクニカル分析っていうんです。ちょっとね、今日はその事例を今から数分間お見せしようかなと思うので、ぜひですね、ご参考にしていただけたらなと思います。さあ、ということで今日はですね、まず1つ目、全ては波、上下で戦うボックスレンジ手法、勝率 80%。 2つ目、3つのトレンドラインの引き方。3つ目、逆張りと順張りで勝つ、波に逆らわないことで安定した勝率を、というね、こんな話でね、今から3部作で喋っていこうと思います。今のところはカットでもどっちでもいいです。さあ、まず1つ目、初心者テクニカル手法1、デイトレ手法の価値ということで、今ね、僕が言った株と為替の4つの違い、4つの違いの中でね、特にデイトレ、つまり短期間で少額で戦うことで勝率が上がるよということで、トレンディングビューというものを使った実例を今からお見せします。全ては波である、上下で戦うボックスレンジ手法で勝率 80% を、まあ取りましょうということで、今からやってみます。さあ、今からですね、トレンディングビューのバーのリプレイというのを使いながら、この波乗り術というね、上下を取りますっていうのをやっていこうかなと思います。今ね、ちょうどドル円の画面が出てると思います。今ね、これ全く初めての人はちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、ここにですね、水色の線と赤い細い線と黄色い線が出てると思うんですね。一式のですね、初心者が一番初めに覚える波乗り術なんですけれども、今これ、この赤い線と黄色い線の上にありますよね。これ今価格が114円93銭という価格で、2022年の2月23日の夜中の3時ぐらいのね、今画面を表示してるんですけれども、ちょっと見ててね、ちょっとこれを送っていきましょう。これ過去のやつなので、こんな風に波をなすんですね。これ見て分かるように、この水色の線の上から下に落ちて、今から上に行って下に行ってて、こうやってね、全てのものって波なんですね。この波に乗る術を今日はね、基本事項をお伝えしようと思うんですけども、特に今日はですね、この赤い線と黄色い線の、を使った波乗り術を披露しようと思います。今赤い線に当たりましたよね。また当たってます。今この赤い線と黄色い線の下に来たじゃないですか。この線ちょっと邪魔ですね。これ消しておきましょう。ここに来たらね、この赤い線と黄色の線の下に来たら買うんです。ちょっと売買を今から見せますね。例えばこれ買いますよ。買ってどうするかというと、赤い線に当たったら、利確します。まあ僕のスクールでは手仕舞という言葉を使いますけれども、今当たりましたね。ここね、ここまで今上がったので、ここで今手仕舞します。今何本儲かったんだっていうことなんですけども、僕は基本的に、最低取引単位を10ロット、まあ株で考えるとですね、10ロットで言ったら1000株買うような感じで考えていただいたらいいと思うんですけども、大体1000株買うと思ってくださいね。これ今僕は10ロットでだいたい買ってる感覚なので、今いくらぐらい儲かったかというと、2100円ぐらい儲かったという感じなんです、これでね。今ここにですね、0.211って出てる、これはまあ211と読むんですけれども、これ211上がったということなんですね。なので10ロットだと、2110円を1時間で儲けました。つまりボタンを1回押して買っといて、赤い線に当たったから打っただけで2000円が儲かりましたっていうのが、この波乗り手法の基本なんですね。これまず1勝目です。次いきますね。
また下にギュンと落ちました。だからここでも同じように買います。なぜならば赤と黄色の線の下にあるから買ったわけですね。じゃあ今ここで当たったんですよね。まあもう一回やると綺麗に当たると思うんですけども、今これでどうなったかというと、ここで買ってここで手締まったので、今度は1750円買ったということで、今2勝0敗みたいなところですね。次行きましょう。今度はすごい上に上がってきましたね。この黄色と赤の線の上に来たので、今度はここで売ります。今度は3回目の戦いですね。ゲームっていう感じ分かります？でこれがまたね、赤い線に当たったら手締まります。今当たりました、はい、ここで手締まります。今度は多分ほぼ同じかな、ほぼ同じか、あちょっと負けましたね、はい、今度は2勝1敗ですね。じゃあ何分負けたのかっていうと、670円負けましたね。これ今67っていう数字が出てるんで、670円負けたという感じですね。今2勝1敗ですよね。さあもうちょっとやってみましょう。また短期中期の上に来るのを待ちますね。さあここで売りましょう。売るってどういうことっていうね、思う人いると思うんですけども、株と、まあ株もできるんですけれども、株と為替の一番大きなところの違いっていうのは、株は買って売って利益っていうのは普通じゃないですか。実際売って買うこともできるでしょ。でも、FX は売って上がって手締まって、まあ利確したら利益が出るっていうやり方と、売っといて下がってきて手締まったらこの差額がもらえるっていうゲームですね。だからこれ今上のところで打ったので、下がってきてまた短期に当たったら利確します。もう当たったので利確ですね。今ここで当たりました。当たり前のことなんですけれども、この赤い線と黄色い線の上に行ったら絶対に赤い線と黄色い線に戻ってくるんですよ。で戻ってきたら必ず下に行くんです。下に来たら必ずもう一回戻ってきて上に行くっていうのを絶対に繰り返すのがこの波乗り術の基本なんですね。これで3勝1敗3回目は3210円儲けてます。今3勝1敗ですよね。もうちょっとやりましょう。どっちかにビューンといったら打ったり勝ったりします。今ね赤い線のとこにいるんで入らないです。だいぶ来ました。さあここで、買いましょう。あもうちょっと上がっちゃいましたね、言ってる前にね。今度は短期に当たるまで待ちます。2杯目になるのかどうなの。お勝ちましたね、はい、ここで当たったので、 これで4勝1敗。4勝1敗、今まで勝率 80% ですね。これで1550円儲かりました。もう一回ぐらいやります。今まで勝率 80% ぐらいです、ね、これだけでも勝率 80% ぐらいいけるということですね。トータルで見ても今完全にプラスになったっていうのは皆さんお分かりだと思います。これが、まずちょっと話戻しますね。さあ、いかがでございましたですかね。すべては波、すべては波ということで、上下で戦うボックスレンジ手法というのを今日はね、ご披露させていただきました。いかがでございますか。これ初心者向けテクニカル手法1、デイトレ手法の価値ということで、続いてですね、初心者テクニカル2ということでお話をやっていこうと思います。ということでね、続きはですね、次回、初心者テクニカル手法2ということで、トレンドラインとはという話を次回したいと思います。まあお金の学校 YouTube チャンネルではですね、株とか為替の情報並びにですね、税金とかお金全般についてね、皆さんにいろんなお話をこれからもさせていただきたいなと思っております。今日の話がちょっとぐらい役に立ったなっていう方は高評価ボタン、チャンネル登録しといて、こんなんもっと見たいなっていう方はぜひですね、チャンネル登録もしといていただけたらなと思います。でベルマークをクリックしておくとですね、僕の新しい動画がアップされると皆さんに届きますので、ご活用していただけたらなと思います。それでは今日はこれにて、バイバーイ。はい、皆さん、ここでなんとお知らせでございます。なんだかんだと頑張りましてね、この40年以上にわたる僕はですね、投資でまあまあ成功してる人なんですね。もうご存知の方も多いと思います。この投資手法、なんとニュースとか難しい用語とか言葉全く不要、なんか嘘みたいな本当の話、なんと勝率 80% 平均を超えるというですね、この手法を皆さんに今回公開する運びとなりました。この動画を見られてる方、もう本当に貴重な体験をされると思います。2つのコースが実は用意されていて、1つ目、まずこれは
はライブコースというコース、僕並びに認定講師、それぞれ皆さんね、勝率90から100%というね、アホみたいな夢みたいな嘘みたいな人たちが、皆さんが実際に株とか為替を取引するのを添削するというね、すごいコースをやっております。ただこれね、半年に1回しかやらないためにね、満席が多いんですね。だから皆さんのご要望に応えてもう一つ用意しております。それがなんとオンラインコース。これはいつでもどこでも自分のペースで好きなように何回も繰り返す学べる、こういうコース、この2つのコースをね、今回用意いたしましたので、ぜひ皆さん、時代は投資です。貯金に預けてもお金は増えない。金庫の中にお金を入れといてもインフレで減るだけ。ぜひですね、このチャンスに自分のお金を自分で増やす、そのことに取り組まれることをお勧めします。ということで、お申し込み待ってるよ。